7番のプレイヤーは発言してくださいいやラッキーだねこれはえー、自分占い師ですランダム白6番36番さんが白えー、そのラッキーって言った理由はえっ、ー、とこのレギュレーションって占いに狼がかなり出るからえっ、ー、とねもう喋ってるところに白打ちってかなり信用を落とすのねそういうことで俺からスタートならいいな,なと思ったら俺からスタートだったかなりラッキーだな えっとね、もうこの進行論、俺結構強いと思ってる進行論言うね。結構最近霊能潜伏叩かれてるけど、俺はね、初日、対抗つって霊能潜伏してほしいんだけどね。えー、っと、ここで霊能一枚になった場合、対抗つった後、俺と霊能に衛ぶれて、俺噛まれたらもう一個しか情報落ちてないから、六白しか落ちてないし、 ええと、霊能出ちゃうと、俺声か6え、六声、二択で結構グッチョを起こせれるんだよね。まあ、霊能噛まれたら噛まれたで痛いんだけど、その辺はみんな推理で追ってくれると思うんだよね。んだからね、まあ、これちょっと、みんなから嫌がれるかもしれないけど、霊能潜伏して、すかさないような発言して、対抗つって、明日、狂人が多分出てくると思うけど、そこを狂人とる信用勝負で買ってほしいかな。 だから今日対抗釣ってほしい。対抗釣って俺声、若干変態狙うなら6声。で、例の確定したりしたら6強もあるから多分6は噛んでこないと思うからね。この進行論ちょっとマジで強いと思うんだけどね。よろしくお願いします。8番のプレイヤーは発言してください。ください。 はい、八番村人 SNS、はい、七番さんが占い師を六番さんにしろ把握しました。まあ七番さんのその六番さんがまだ発言してないない段階で自分から発言が始まったっていう発言自体は。 えー、結構、締めが高かったかなと思いますが、まあ、霊能潜伏に関しては、まあ、個人で判断すればいいと思ってますっていう感じかな。僕は霊能師ではありませんとだけ先に言っておきます。はい、透かし、透かしちゃったんですけど、僕は霊能師ではありませんが、僕なりの考えを言うと、霊能師っていうのは、まあ、僕は一周目に出てきた方がいいかなとは思ってますが、ま霊能師の好きなようにしたらいいんじゃないかなと思ってます。 で僕、最近ね、進行論、これ言いたかったんですけど、人狼殺っていうのは、人を信じるゲームが人を疑うゲームかって思ってて、僕は人を信じていて、えー、城圧迫していくのが強いんじゃないかなと思ってますね。1人城置きして、2人くらいかな、2人くらい城置きして、怪しいところをつっていけば勝てるゲームだと思ってますぐらいですかね。まあ、7番さんに関しては、6番さんから、えーまあ、6番さんじゃない、自分から発言が始まったっていうのは、まあ、新感情かなと思ったぐらいですかね。 進行論に関しては、えー、違いがあれどまあねそれが白要素とも黒要素ともならないのでっていう感じですかねはい9番さんに回します9番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいおはようございます村人陣営霊能者使用します出<た>8番さんええー、って思っちゃいましたって感じかな正直潜伏したかったんですが8番さんが霊能者じゃないっていう発言があったのでこの後もしも そういう発言が続いてしまった場合自然と透けてしまうのかなと思ったので出ました7番さんごめんんななささいって感じかな、えー、7番さんの印象としてはまだ発言してないところ8番さんもこれは言っていましたが発言してないところに対して白がうん白が出たっていうかなんつったらいいんだろう発言してないところに出せてよかったっていうのは、うん、結構自信たっぷりだなっていうふうには思いましたね。 仮にこのまま行って6番さんから対抗の占い師として出てきた場合7番さんっていうのは目線としては結構きつくなっていくのかなっていうところが新要素としては捉えられましたただ対抗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 出てこないことも想定した方が良かったんじゃないかなっていうところ締めはあるのかなと思いましたがその一点気になったっていうところ8番さんに関しては8番さんの、うん、発言自体にそう特段 んって思うところはなかったから、現段階では2週目の発言聞かなければ分かりません。ただ、8番さん、出たくなかったよとだけ言っておきたいと思います。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。まず、まあ、9番さんの,その出たくなかったよっていう理由を言ってほしかったかなって普通に思いましたね。うん、僕自体は潜伏にメリットは全くないと思ってる。うん ただ濁るだけ、濁るだけって、俺自身は濁るって言い、結局いろいろ勘ぐっちゃう <laughs>。ああ、そうしたら人害かなて思って結局。メリットを言ってほしかったな、ましさん、ね、が自分で出て、えー、と、自分の、えっ、ー、と、えっ、ー、と、例のがないっていうのをスカッシュっていうのは、9番さんの新要素かなと思いましたね。うんでなん に関しては、まあ、自分目線の発言しすぎやなって普通に思いましたね。ただ7番さんが言う、まだ発言してない6番に白を打てた、それは信用性やと思うけど、まあ、7番さんが人類やった場合、76はあるんかなって思いましたね。うん、78っていうのね、7番さんが出ざるを得なかった7フォローでね。うん、っていうの可能性はあるかなとは思いますね。ただ8番さんは俺はえ反対で白いと思いましたね。 うん、なんかかなり村っぽいかなって普通に思いました。強人もないかなって思いましたね。八番さんに関しては。強人潜伏っていう可能性もね。うん、八番さんが強人なのであれば、わざわざ自分が霊能ではないって言い切る必要って全くないからね。この後の盤面次第では、八番さんが霊能、えー、出たくなる可能性もあるのに、そこで八番さんが霊能なしってスカーしたのは、かなり村っぽいかなって思いました。うん、って感じかな。 もうそれぐらいです。以上。考え方の違いあるかなー。ーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣英特に使用ないです。うんーと、そうですね。ええー、一番さんの印象が良かったと、とりあえず最初に言っておきます。ええー。一番さんの言っていたことは、大体同意。ただ、七六のラインに関しては、僕はあまり見ていなかった。 とかはちょっとまだわからないが、7番さんの自分目線の話が多いっていうのはすごくそう思いましたねえー。太鼓から釣ってほしいっていう。7番さんの意見は、まあ7番さんから見たらそうなんだろうけど、裏目線で太鼓の占い師をいきなり釣れるわけがないと正直思いました。えっと、ただ9番さんが出てきたのもちょっと気になっていて、うんとまあ、8番さんは霊能じゃないっていう。ふうに透かして。 えー、ただ僕はその7番さんがすごいはっきりとした進行論を言ったので1週目に関しては少なくとも潜伏してもいいんじゃないかなとは思っていたんですね。うん。というのは、えー、と1週目に仮に対抗の占い師が出てきてその人が全く新名がなかった場合は若干釣ってもいいかなっていう気になるかなとかいろいろちょっと考えながら聞いていたので1週目はとりあえず盤面が固まるまでは潜伏とかっていうのをして もう良かったんじゃないかなと。で、2周目に出てくるとかでも別に、まあ良かったのかなと、あ、ちょっと思いましたね。うーん、8番さんに関しては、うん、別に、なんだろうな、1番さんは8番さん白置きぐらいまでしてたと思いますけど、僕はまだグレーですね。うんというのも、7番さんの進行論に対して、なぜわざわざ霊能師じゃないというふうにすかしたのか、うん、それは確かに強人目はないとは、1番さんが言う通おり思ったけど、そのすかしが必要だったかどうかっていうのは、ちょっと疑問、以上。 3番。 のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。霊能氏です。霊能氏です。あの対抗の九番さんが出てきてしまったので、ちょっともうこれ潜伏すると後から出てきてどうのこうのって言われるの嫌なんでも出ました。えー、順に触れていきます。えっ、ー、とまあ七番さんが六番さんに白だし、まあ結構あのちょっとねラッキーっていうのがわざとらしいぐらいに気になったかなっていうことぐらい。ただまあ裏ない人しかまあ出てないと発言してない六番さんに白打ったところはまあ今の現状のところ。 ででは新名見れるかなと思っていますで、えっとね、8番さんは確かになんかなあの僕は例ではありませんってすかして確かにちょっと素直なリアクションしてたようには聞こえるけどあのワンチャンでも逆すかしたってことはさやっぱり強靭目って追わなきゃいけないのかなと思ってるただ9番さんが例のでで CEO してきて8番どう驚いたって言ってるんだよね僕目線やっぱここってあの強靭があの対抗で出てきてることの方が想定しやすいけど、あのー、そこで思考ロックをしない ためにワンチャン八強九郎とかっていうのも追ってかなきゃいけないのかなという気はしています。そしてえっとグレイチの一二番さんで言うと、えっとね一番さんが八番さんをもう真っ白っておける理由はちょっとよく分かんなかったです。やっぱヤクスカスのってそんなにあれだけ七番さんがあの霊能は潜伏してくださいっていう風に訴えを村にかけているにもかかわらずヤクスカスこいて正直村にないじゃないですか。だからそこ一番さんが白く 置けたのも気になるしその8番さんの役すかし発言を巡った2番さんは一応白いと言っておきながらその8の訳すかしのところは違うっていうその2番さんの矛盾も気になっただからね正直8912全部僕ちょっと怪しいと思ってますあの9番さん対抗なんであの9番さん釣ってください以上です4番 のプレイヤーは発言してください、さいはいおはようございます。私が霊能師です。私が霊能師です。で<た>えっと、すらがある場合は2周目必ず3、9番さんすらしてくださいね。なな <laughs> で、えっ、ー、とですね、まず、えー、と私は8番さんのすむら仕様に対して興味を感じました、えー。それに対して9番さんが霊能で出たというようなところで、 9番さんって出たくなかった、潜伏したかったっていうような言い方をされてることから、私は最初、9番さんをローで置いてました。で、その後、3番さんが登場というところで、3番さんって今のような発言はしましたが、おそらく私は3番さんを強人で見てますね。うん、9の霊能が出たから3番さん出てきたでしょうっていうようなところで、私は現状、9をロー、3を強で見てます。<laughs> ですんで、まあ、8番さんは通常の村だったんだなっていうようなところですね。で、1、2番さんの精査に行きますね。で、1番さんについては、うんと、鉢が白いっていうような言い方しましたが、しかもさらに強めもないっていうような言い方しましたが、うん、正直どうなんだろうなっていうのはありますね。8番さんからかなり強め感じましたけどね、スムラを透かしたっていうようなところでね。しかもわざと臭かった感じもしましたからね、最初に。 そこに対して何も触れなかった1番さんっていうのは正直臭いというふうに思ってます。現状ね。で、2番さんについては私、最白で置いてます。まあ、最白といっても、えーとまあ、8番さんのムーブがよく分かりませんが、2番さんについては普通に白いかなっていうようなのが現状ですね。うん。視点が非常に合ってましたね,ね、2番さんについては。ですんで、私、現状は、えー、9をロー、3を強、強で置いてますね。 スラがあるなら2週目、速やかにしてくださいね。バン,ン濁りますからね。以上です。5番、のプレイヤーは発言してください。さい霊能者ですけど、霊能者ですは。はあ <laughs> <か>これ <laughs> わけわかんないんですけど<は>、誰だっけ934が 0? 狩り出てんのか、これ、はい。 さすがにスライドはあるでしょう。2周目ある方はもうすぐコートで速やかにしてくださいというところで。6が占い師をしなければ7番3ん支援かなというところです。そうであればもういいんじゃないかなという感じなんですけど。<笑><笑>全然だよ。<laughs> 全くわかんないよな。こで勝ん私別に対抗でなくても出るつもりでした。もうディがないと思ってんだよね、潜伏普通に。うん、どういうこと全くわかんないですけど、多分スライドはあると思って。 てます。申し訳ないですけど、どういうことですか。<laughs> 本当に英語です。全部しろってを動画化のタイトル決定やんこれ。はいおはようございます。覚醒の六番です。そうですね。霊能に関してはまあリア強が混ざってるのかなっていうのが素直な印象かな。さすがに新老老強って出てるはずはないと思ってるので、うんまあ、とりあえず。 うーんどうだろう ?2 番さんは白いと思ってしまった。なんていうか、印象 <laughs> なんか、雰囲気というか考察の仕方は白いなと思った。確かに1番さんは白いと言ってて、1>, <laughs> 1番さんが8番さんは白いのに、8番さんは怪しんでるっていう、若干の矛盾はあったけれども、どうだろう総合して2番さんの精査の仕方は白いと思ってしまったかな。うん。俺からした。18、別黒いところ見つかってないからな。 2週目って感じかな3番さんの生産の仕方は若干合わないなっていうのが現状かな以上いやーこれ7番 のプレイヤーは発言してくださいいやー俺の圧にこれ負けたね狼さんえ八8仮しようでこれ勝ち確やん4縄だからえー、スライドないのほかにマジでこれ勝負終わってんやんこれスライドしないと勝ちないよ マジでこれ。じゃあもう早速時短で行こうか。9俺、正原さん死んだと思ってるけどね。3番さん最後釣るわ。だから9、うんー、9番さんから行こうか、先に。8番のプレイヤーは発言してください。くださいえ、これ、これ、人外人営スライドしなくていいのって感じだけど。<laughs> まあスライドないなら爪切りで終わりだからいいんだけど、まあ、9から言ってもいいかなと思うけど、念のため、えー、今スライドがあるのであれば今してくださいね。今しない人に関してもスライドはもう認めません。スライドした人を釣ります。はい。まあ、占い仕様。まあ、狩猟の対抗しようだったらもう僕目線は人海だから100%するんだけど、まあ、占いスライドとかでもその人を釣ります。はい。今、スライドしないのであれば。はい。スライドがないということで。<laughs> <laughs> これ何,え何このゲーム分かんない。作業系やんか。リアキョは、リアキョもういないっていう手で進めるけど、<laughs> 9から今日は詰めようかな。で7番さんに関しては、念のため1か2を占った方がいいんじゃないかなと思うけど。うんていう感じかな。で、一応なんか、チャットができないとかで、なんか対抗仮縫ドが出てきた時のための進行、一応提示しておくけど、念のためね。えー、例えば仮縫ド、えー、対抗が出てきた場合に関してはカド、仮縫い、対抗つってほしいけど、 基本的には、その場合って霊能さんリドに、例の3の狩人で、占い7番さんに近くなるから、その場合っていうのは、狩人のクロス越えをすればいいから、狩人対抗が出てきた場合に関しては、僕が最初に7番さんを守るから、狩人対抗が出てきた場合に関しては、2番目に守ってくださいっていう感じかな、守れないので。 それで審議がつくから、えー、カレード対抗出てきた場合に関しては、レ、えーノローラーをしている間に7番さんがどちらも占えばいいだけなので、はいもう100%価値額です。占ないスライドとかあったらもう完璧釣りますね。はいカレード対抗出てきても僕目線はつけてほしいけど、えー、カレードをらない進行でいくのであれば僕の、ね、今提示したポイントは、9番のプレイヤーは発言してください。 はい2種目発言します78番さん自分すらできないんです真なんで真から釣らないでくださいそうだななぜ自分が空なんだろうと思っちゃったなせめてその要素を言ってもらいたかった釣られたくないからちゃんと説明したかったしまあいいや3番さん4番さん5番さんで全人会露出してるんで自分は本来は自分以外から絶対に言ってほしい<れ>そして3番さんから えー、<も>現状はね3554番さん今日、ね、5番さんが出てくる前までは3番さんの出現で4番さんがオカミとしてあ3番さんの出現に気づいて出てきたのかなと思った3番さんの出現っていうのは8912怪しい9番は対抗だから人外いやおかしいよね9番を含んでる時点でおかしいと思ってくださいね、はい、7番8番さんそこをちゃんと拾った上で3番さんから言ってほしかったけどな あーだから5番さんが出てくる前までは3強4ローで見ていった5番さんが出てきたことによって4番さんが強3番さんが狼で3号のロー <laughs> のよだと5番さんの発言も私、霊能者ですしか言っていない上でなんで自分からなんだろうな <laughs> うんまあもう 占い師とカリウドから指定が入っちゃったから多分ずれないとは思うけど結果が見たかったかなうん自分は3番さん入れます以上です1番のプレイヤーは発言してください発言してくださいまあ1つ僕はもう7番やり9番でまあ3が深夜申し訳うんでもまあ9番うん後とのスライドっていうのはまあ 意味が分からへんからね、正直。うん。うん。なの村にもないよね。7番さんがしゃべったとチタンに、えー、とすらせえへんっていうのはね。うん。村にもないからね。なんだ、普通に人が露出しちゃってるんでしょう。えっ、ー、と、リアキョウが出てるか。リアキョウをったって仕方ない正直。うん。俺らにはどうしようもないことやから。とりあえずで9番さんに入れますね。まあ、ただ一番信んないなと思ったの が八番さんの今い,いちわからんかった。それで俺に黒塗りしのしたのに、ね。3番さんもか。今い,いちわからんかったかな。八番さんの今日終える。俺が8番さんの位置やったとしても、まっか自分じゃないって、うん。その潜伏するメリットっていうのが全くわからへんからう,うん。そこで。5番。ししやっぱ3番さんいんやろ。 俺、マサマルさん、めっちゃシンプーかった。これ、9語じゃないたぶん、あー多分9語だと思うよ。あれ <laughs> えっ ?9 じゃないの 四五はないやろ。三、えー。ええ。なにこれ。だって五番さんってさ、四釣りたくて出てきた人狼って、温筋が高いから。 が来ました昨夜死んだのは4番45で出てんのこれゲーム終了うわまさわるさ強じん狂人いやこれはちょっと何の意味があったんやろう 何の意味があったんやろうねああ狂人のすら待ってた「新郎朗」ってこれはちょっと政丸ゃん芯とり来たらあれやったね 人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね